はい、どうもエデポンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエストビルダーズ2、やっていくんですけども、基本的にはね、生放送でねずっとやってきたんですが、ちょっとどうしてもね早く続きがやりたいということで、やっぱねその配信もそうだし、まあ動画もまあ似たようなものなんだけど、何タイミングっていうの、時間とか、そういうのを考えると意外とね動画の方がねさっくり撮れちゃったりするんだよね。ここだけの話、本当はねこのストーリー自体はね全部生配信で終わらしたかったんだけど、まあしゃあねえな、しないよりはいいかなと思いまして、結局ねその何時間見て見計らってやってたりして、で長引いちゃったら元も子もないということでね、やっていきます。でねちょっと待って、思い出す、どこまでやったんだっけな。とりあえずねプールをね今ね作らなきゃいけないってのがねあるんだよね。プール、これがまだ完成してなくて、で金の採掘が、そう金の鉱脈を3つ見つけ出したんだよ。このこれ使ってね、これを手に入れたんで、これ使って鉱脈を何そこにあんのか、まあまあそれでとにかく金が手に入るようになったんで、ちょっと待って、金鉱脈も見つかっていつも以上にニコニコ顔ですね。そこで私は思うのです、今こそビルダーの金で新しい仲間を集める時だと。そうか、ってことはレベル上げろってことだね。頼みて、俺らが泊まる新しい荒くれの寝床作ってやったじゃねえかよ、伝説の宿屋、伝説の寝床、ベッド8個プールの近く言ってたね。ベッド8に壺3で壁掛け、ゴージャスな家具を置いたり、何生意気なこと言ってんだよお前らみたいな、お前らみたいなもんはな外で寝ろ。銀のタイルで、わかりましたよ、わかりました。ってことは銀のタイルを使ってプールの近くに荒くれの、宿屋を、寝床を完成させる。大衆が街を追い僕の花が破壊されそうなんです。得ても同じくだわ。それはシャワールームがありますが、この筋肉たちの数ではとても足りない。なるほど、シャワーを計4つ置いてください。そこに壁掛けタオルとついたて、明かりを2つずつ置く。そして部屋の壁にできるだけたくさんのつながるガラス窓をはめ込むのです。つながるガラス窓はくっつけておくと巨大な窓が出来上がる。ほう。確かにこんな筋肉たちのさ、その姿、シャワー姿なんか誰得だよそれ。ちょっと待って、どっから行く、どっから手をつける、やっぱ寝床から作った方がいいよな。でね、ここがね案外ねあんま機能してないんで、あ、してるわ、してないわ、寝てるわこいつら、勝手に寝てるわこいつら。まあいいや、ここはまあ、じゃあここら辺に作るか、ここら辺に寝床ってことで、よし、一回ちょっと材料を確保しよう。よっしゃ、とりあえずね、寝床から作っていくか。
寝床ここら辺に作ります。ただ整地して削ったら邪魔だ。粉砕するか、粉砕、気持ちいい、気持ちいい、粉砕、気持ちがいい、本当気持ちいい。これうわ、よし、いいで、せっかくなんで、床一段下げるか、床一段下げます。先壁配置した方がいいな。で、隙間、一応ね、道、道はここが結構大きめじゃないといけないな。これかちょっとデカすぎる。ちょどこか、はい、しかしな、壁だ。おお、ちょ俺の受け込んでの羅生門を突破するわ。なかなか、なかなかやるやないか。意味ねえ、この壁この壁の意味のなさ半端じゃない。こういった鉄とかにしないで意味ないんだね。震えて眠れ、この冷えた寝床で震えて眠れ。風邪ひけ、全員風邪ひけ。なんかいい感じけど、なんか色合いが実にいい感じだね。黒、いいね、こういう家に住みたい。まあいい感じじゃん、めっちゃ硬そうだけど。で、さっきちょっと扉何にしようか。石とかあるし、テーブルとか置いてある。レザーソファーとか、あ、綿はちょっと荒くりにはもったいないな。荒くりには、まあドレッサーとかね、まあ荒くりだけどやっぱドレッサーとかも、まあ、必要だな。で、石の 8人いるから、8人分の8人分の椅子と8人分のテーブルあった方がいいな、うん、よしで、テーブルなんか並べちゃう、こうやって並べちゃったりする。並べちゃう。食器も並べてやろう、しゃあない。食器も並べてあげて。ほら、ダイニング。ベルトレベル上がったんだけど、動かさ、これ大丈夫、これ。アラクレの宿屋、ちゃんと。ダイニングになっちゃった、大丈夫、これ。アラクレの宿屋、ちょっと待って。くそ、動かさが足りない。
ちらあのプール用なんだけど、まあしょうがないか。あ、できた、できた。なんじゃこれ。なんなんじゃ、なんなんじゃこれ。はい。それにしても最近は荒くれどもも増えて、いよいよ鉱山街らしくなってきたよな。だが荒くれどもが増えたってことは、ペロを狙うライバルも増えたってことだ。絶対渡さねえ。いや、ペロちゃんは、ペロちゃんは僕のものなんで。ペロちゃん筋肉無理って言ってたから、筋肉無理って、生理的に受け付けないって言ってたよ、ペロちゃん。よし、いいね、よしよし。とりあえず、あ、ちょっと待って、あー、やばいやばい、大丈夫大丈夫、ちょ、やってくれ。ナイスナイスナイス。とりあえず寝床はちょっとめちゃくちゃになっちゃったけど完成したから、一旦これでレベル上げしようか、うん、ビルドレベル上げて、んで、あとシャワー室の増築と、でブロック、今光るブロック作れるようになったから、それ作るのと、で、わ、バニーめっちゃ来た。うん、で、あとはあの何、あの金の灯火、バリースーツ、いいね、作ろう。うん、踊り子のステージにバリースーツ。これ女の子だったらな、キャラが女の子だったらいいんだけど。いっぱい来たね。123、アラクレさんにバニーさんに、なんかが1、うん、もういつものね、はい、教団にね、はい、しかしペロちゃんのためなら俺たちはってやつね、いつものペロちゃんのためならバニーのためなら俺たちは、筋足りない分は筋肉ポーズで補う。頑張って働いてください。ちょ、バニーめっちゃ増えた。それが嬉しい。ピチピチギャルズ。邪魔だこいつら。やっぱ真ん中でお願いします。で、真ん中の子でお願いします。よしよしよし。オッケーオッケー。とりあえずオッケー。で、ね。金だ、金を取って、まずこれがこう2個と足して、でこれ作れるかな、足りる、足りない、もうちょっとだな。よし、先にプール取りかかるか。ちょ、気持ち悪い。気持ち悪い。8割荒くれ、8割型荒くれ。栄えたバーを作ること。うん、親バカかもしれませんが、ペロがいなければ鉱山街の復活はないでしょう。あの子がいるからみんな頑張れるんです。ああ、あの子こそ私の。 OK、 プールまずこれだよな。これは
飾り火は上に4個か。上に4個。ここ？ここと？ここと？角か？よし。んで、ブロックライトが？おお、周りから置いていくか。いや、ちょっと待って。上から置いていこう。ここだな。こう。で、ここ一列。ここじゃない。三か。はめ込み式。もうちょっとだ。で一回これぶっ壊して、邪魔なんでちょっとここら辺に置いとこう。置いといて、ここを広くしていく。ここね。ってことは、完全にくっついちゃうけど、まあいいか。どうぞ。
そこにタオルとついてる明かり、二つです。明かりが足りないんだ。じゃあランタン。お、いいね、できたよ。もう一個いっちゃう。どうこれ。いいじゃろ。スケスケシャワー室を作ってくれたんですね。どうしてシャワールームに窓がいるのかですね。エテさん、それさっきとまるで同じ質問じゃないですか。しつこいな、あなたも。この町の人たちはバーや講堂のような閉ざされた空間にいることが多い。だから僕は皆さんのことを考えて開放感のあるシャワーを作ってもらったんです。皆さんのことを考えて。いいやつだな、お前は。ほんと、いいやつだ。いや、確かにね、これ、でも、そういう開放感っていうのは大事だと思う。やっぱ荒くれたんですよね、ずっと閉鎖的なね、とこでね、活動してるから。やっぱ、それはね、大事だよな。ありがとうございます、ありがとうございます。よっしゃ、できた。これでシャワールーム OK ってことは、あと金だ、金。やばい、金がマックス。やばい、金がないとブロックが作れない。いいね。もうここで寝るやついないんじゃない？もう。あとだってブロック置いたらもう進むよね。あとここに1個埋めて、あと2つか。合計。あと3つ。合計3つね。そうだ、バニーの服作っとくか。バニーちゃんの服を作る。そして着る。やめよ、やめよ。いらねえ、捨てよ。これはもう宝箱にしまっとう。こういうのは、こういうのは、これ入れれないの？これってこれ入れれないんだったら、これ何の意味もないよね、この箱。何の意味もない。食べ物をよこせ。で、なんかあったよな、食べ物全部入れとこうぜ。キノコと肉と、開くか。よし、で、の飲み物。これさ、やってくれないんかな。やってくれないんだな、ここの。さすがに料理じゃないからやってくれないんだ。これもやってくれたらね、ありがたいんだけどね。よし。お、いいね。よし。これで足りるっしょ。あ、ちょっと待って。木材足りない問題？もしかして。あ、大丈夫だった。3個。よっしゃー、これで。ちょうどこれでゴールドメンになるよ。多分だけど。いや、ちょっと足りないかも。金 74? あ、足りるっしょ、これ。あ、来た。うん。今日の報告会は以上。解散。はい。
やったぞ。俺、ついに元の姿戻れた。ありがとう、エテル、ペロ。そしてみんなのおかげ。みんなには感謝してる。しきれない。あとはメドーサボール。メドーサボールってやつは一体どこにいるんだ。地下で聞いた噂だけど、メドーサボールは恥ずかしがり屋で地下奥、地下深くに引きこもってるらしい。おい、引きこもり。キューレー。はい、いつか引きずり出してギタギタにしてやろうぜ。マッシュちゃん、島で起きている地震も坑道が壊れたのも原因はメドーサボールだと、されているのよ。メドーサボールは強大な魔力を持つ化け物よ。いつか必ず倒さなくっちゃ。はい、ひとまず用意が全部終わったらみんなでパーティーを開きましょう。よっしゃ、オッケー。これでとりあえずゴールドマンなったと。で、ではブロックをはめ込みに行くと。2段、この下の段もガラスにすべきだな。で、あと2つ、あ、埋め込み式な埋め込み式。俺、できたぜ。ついにゴージャスプールが完成したのね。とっても素敵だわ。これできっとみんなも喜んでくれる。ドゥフ。よっ。採掘量アップ、もういいんだけどね。もうゴールドもあるし、溜まってるし。そうだ、ハッスルダンス見せてくれ。でもまだダメ。ダンスをしっかり踊るための設備が整ってない気がする。あれか、あの踊り場みたいなやつか。そうだ、この音楽俺何で聴いたかと思ったら、そうだ、ドラクエ10って言ってたけど、あれだ、モンパレだ、モンパレ、モンパレで聴いたんだ。これモンパレでクエストクリアするとこの音楽流れるのよ。そうだそうだ、思い出したわ、モンパレだわ。よし、なんだあれ、ペロのやつじらしやがって。なんで踊るための準備ってよ。僕に心当たりあります。踊り子のステージになるものが必要かと。ダンスフロアをに用意した。はい、目印の場所に踊り子ステージ3つ置いてくれ。分かった、それは急ぎだな。それは急ぎだ。任せてくれ、俺に任せてくれ。秒で終わらせる。踊り子ステージ、これか。木が足りない。木だ、木を回収しに行きます。木はヤシの木が向こうの方にあったから、それちょっと取ってくるか。一回寝よう。こっちこっちこっち、これこれこれ、これが木材。そう考えると結構このフィールドは木材少なめだよな。
急げ俺鳴らすたんびにさ集まってくるのやめてほしいんだけど、俺単純にハート回収してるだけなの。っていうのが本当に分かっていないのね。これだけじゃ驚きなんてならないわ。黙れババ、ぶち殺すぞ。ブルーメタルを使ってペロの電飾を作るわね、うん、装飾品を作れば。はい、ブルーメタル踊る宝石ちゃんが知ってるはずよ。行動の仮想に行って話を聞いてみるのね。はい、なるほど、ブルーメタルなるものが必要と。了解した。ちょっとその前にちょっとここを改築する。ここのここを切り替えて。あー、間違えちゃった。また取っちゃった。下を壊したいなんだけどな。違う、もうぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃ、もうこれもう奏でないで、もう二度と奏でないで。それ外から壊すか。こう、おお、1個穴開いちゃった。こうしてこうどうよこれ完璧じゃないか。これ完璧じゃないか。よし、なんだっけ、何してたんだっけ。ブルーメダル。こっからが近いか。す、反対だ。こっちだ。ん、合ってる。トゥルルル、この辺たまにメタルスライムいるからな。このスライム可愛いよね。これ石しか組めないけど、ブルーメタルを探してるのね、なかなかお目が高いじゃない。あの宝石は私も大好きでね、あたりを探してみたんだけど全然見つからないのよ。探してないのはここから東にある坑道のど真ん中の岩の中くらいかしら。でもブルーメタルは金と同じで岩の壁の奥に隠れているわ。あんたたちどうやって探す気？山彦の笛さえあれば音符が青く反応するらしいけど、さすがに持ってるはずないしね。持ってるんだよな。東ってイーストの方だね、こっちだね。とりあえずイーストに行って、イーストに行ってから笛を吹く。ここは銀だよな、銀。ここまでか。やめろバカ、やめて、逃げないで。待たんか、クソメタル。
逃がさない。逃がすな。よしか、うん、あとこいつも許さん。ちゅね、なぜ増えてる、なぜ増える。よし、ここで一回吹くか。かあ、違う。青い音符って言ったね。ん？こっちか。こっちらしい。シンプルに通路に繋がりそうだけど。あれ？ほら、ほら、ほら。ほらみん？こっちの方、こっちってこと？こっちってことか？かなり近くから聞こえる。こっちでいいんかな？ほんとピンポン、空洞があるとかじゃないんだね。ピンポイントなんだね。やっはー、よしよしよし、取れるだけ取って帰ろう。ちょっと、いやーすごいわ、ブルーメタル見つけたのね。せ何よそれ、よくわからないけど貴重な宝石で作る素晴らしいものなのね。それ私も見てみたいわ。来たまえ。よし、これ全部取れるだけ回収しよう。めっちゃあるじゃん。よし、 OK、 じゃあ帰りまーす。足りるかな。35ぐらい取ったよね。ただいま。引いてるやん。すごいわ、ここがジュちゃんの町だろね。行方不明だったゴールドもいるじゃない。ここには筋肉という素敵な宝石がたくさんある。私にとっては天国だわ。
ところでイデちゃん、ブルーメタルといい金といい、どうやって貴重な宝石を集めたの？笛さ、笛さ。うん、頼むあれ。可愛いよね、やっぱ。なんか踊る宝石がめっちゃ好きになったな、このビルダーズ2やったせいで。可愛げがあるよね、なんか。腹立つけど、顔が腹立つ顔してるけど、いいね。電飾だ、電飾作る、電飾作る。俺電飾作る。あ、まずあれか、またなんかしなきゃいけないの、これもしかして。一旦やめさせて作る。あ、関係ないのか、関係なさげ。あ、普通にあるわ。これを作っちゃう。一個でいいのかな。あ、一個で良さそうだ。ちょ、一回寝よう。何して、何をくるくるしてんだ君は。絶対モンスター漬けやったら、今モンスター漬けやったら確実に踊る宝石を作る。間違いなく踊る宝石と腐った死体でパーティーを組む。で、これをどこに置くんだ。あ、上か。あ、なるほどね、看板置き場だったのか、これ。なんかずれるんだけど。あ、これでいいか。うん、すごいじゃないっすか。よっよっしょ。さあ、ミラノモノ集まってこい。ペロちゃんじゃなかった、こいつか。うん、ペロちゃん。すごいじゃない。とっても嬉しいわ。よし、頼む。俺、早く見たい。でもまだダメ。用事が全部終わったらパーティーを開くって約束覚えてる？その時に踊ってあげるわ。もう少しだけ待っててね。わかった。気をつけろ、この気配悪い予感する。対戦だね、対戦が来たね。これ一回ちょっと人増えたから、ちょっと武器の配給もう一回ちょっと見直すか。ちょっとハート集めて武器配給。ちょっと待って、今さ武器ってさ、違う土はいらない。これはあれだから、鉄の剣は持って鉄が強いんだよね。今一番主流流通してるのは鉄だよな。じゃあ鉄をちょっとあと4本全部で5本作ってみんなに渡そう。こいつ持ってる、上のやつが持ってね。お前持ってないから渡す。これ持て。あとは持ってるよな。でこいつリーダーだから、リーダーは茨の剣、リーダーは茨の剣。
こんなもんか、もっと増えたのにな。あんまり戦いに参加してくれないタイプか。ペロちゃん持ってるよな、剣。剣持ってる、ペロちゃん。持ってるか。こんなもんか。腰抜けどもが、こいつら、マジで。よし、一回区切っとこうかな、ここで。ハゲのおっさんって、ハゲのおっさんどこ行った？ハゲのおっさん。あ、いたいた。ハゲのおっさん持ってるな。オッケー。よっしゃ、ちょっと一回区切って、次、ちょっと戦いのとこから始めていこうと思います。お疲れ様でした。